3月6日金曜日放送の方ザフライデー夜7時から8時まで TBS 系では、元 AKB48 JKT48 の中川遥がひた隠しにしてた衝撃の生い立ち、現在の中川の姿を紹介する。同番組は爆笑問題が MC を務め、有名人の知られざる一面を徹底紹介するバラエティ。中川は2006年に AKB48 のオーディションに合格し、翌年15歳で AKB48 のメンバーとして芸能界デビュー。2012年にはインドネシアのジャカルタを拠点に活動を展開する JKT48 に自らの希望で移籍し、現地で大ブレイクした。その後、2016年に JKT48 および AKB48 グループを卒業して以降も、中川はインドネシアを拠点に活躍し、28歳になった現在もインドネシアで国民的スターとして絶大な人気を誇っている。そんな中川だが、活躍すればするほど、ある悩みが大きくなっていったと明かし、その悩みは中川が児童養護施設で育ったという生い立ちだった。中川は、その事実が周囲に知られればマスコミの的となり、アイドルのイメージを損ねてしまうかもしれない、という思いを強く抱いていたという。そのため、これまで中川は取材で家族について聞かれると偽ったことを話し、実際に2016年に発売した自伝本、ガパパ、チルダ AKB48 でパッとしなかった私が海を渡り、インドネシアで最も有名な日本人になるまで、未来家内観、では、嘘の家族構成を紹介していた。中川はそうして自身の過去に目を背け、家族を詐称したことが世間にバレないよう、家族との接触を避け、疎遠になっていったと明かす。しかし2019年、そんな自分の行動を深く後悔する悲劇が起こり、中川の気持ちは激変したという。番組では、中川が今までひた隠してきた生い立ちを明かすことに至った思い、経済的に原始状況下での生活、そして児童養護施設での生活など、すべてを明かすことで中川が伝えたい思いを紹介する。